ちゃんと何言うか練習してから先生と一緒に話してたんだけど、今日はそれもなしで一気にやってみると思いますけど、いいですか？いいですか？うん。テレフォンイングリッシュではネイティブの先生と歌を歌ったりお話をしたりして英語でのコミュニケーションを楽しむことができます。今日のテレフォンイングリッシュはブック3レッスン4なんですけど、今までやってきたものの中では割と答えやすいかなって思う内容なので、練習をせずに一気にやってみようと思います。ぶっつけ本番は本当に今まで初めてなのでどうなるか楽しみです。では早速かけます。I don't know って言ってたよ、今。わからなかったときは、I don't know って言ってみようって前に言ってたんだけど、それはまあできたからよかったかな。同じレッスンで翌週も挑戦してみました。ハロー。このページだよ。今電話しています。This is Leia speaking. What's your name? My name is Ryoma. These are Pluto's friends. They have all come to Pluto's party. Do you know their names? Yeah. Yes. What are their names? Mickey, Minnie, Goofy, Clarabelle, Shuri, Dooley, Louie, Donald, Daisy. What color are Goofy's shoes? Brown. What color is Clarabelle's dress? Green. What color is Mickey's shirt? Yellow. Yoma, what color is your shirt? Red. Who is wearing pink shoes? Daisy. Who is wearing a blue bow in her hair? Donald. A goofy. Is? Minnie. Let's sing balloons. Balloons, 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 balloons. Yellow and red and green and blue. Balloons, 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 balloons. One for me and one for you. Goodbye. すごい良かったじゃん。ネームも分かったね、最初のね。やっぱ2回やるとできるね。今日のテレフォンイングリッシュどうだった？楽しかった。本当？ちゃんと話せるようになって聞けるようになってきたからかな。 Who's wearing a blue boy in her hair? そう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 、だけどこれね、そうそうそう、これだったらブルーハハだけど、これはブルーブルーボーイ、ブルーボーイっていうんだよね。でもそれ以外全部合ってた。どんどん上手になってます。練習しないで
テレフォンイングリッシュをやってみると、いつもと違う気分が味わえるかもしれません。Thank you for watching! バイバイ。